しいジェラートポテト、シャリシャリ系だね、好きなやつ、すごくない、多分そうだよ、すごい、綺麗じゃない？綺麗。綺麗なんだが。洗面所めっちゃ綺麗。新しいからいいね。あ、綺麗ですよ。大浴場あるのに浴槽あるのが良くない？可愛い。なんか可愛い。あ、最高。これ HDMI を差せんじゃん。最高。あ、ここか、冷蔵庫。あ、すっごいおしゃれに隠されてる。あ、めちゃめちゃ海鮮だった。いや、これはファイヤースティック持ってくるべきだったわ。本当？豚唐揚げ。これって何だったっけ？豚唐揚げ。豚？甘辛みたいな。え、このつくね絶対美味しいと思う。わかりますね。どっかい。あ、おいしい。もっと熱くてもよかった。うん、これはね。これおいしい。うん、ほらほら。エビチリ、お惣菜のエビチリって感じ、何時に行く？早くないですよ、私7時から混むってからでしょ、マジ？7時から7時半は混みますって。じゃあ朝6時から行く？6時10分ぐらいだね。使おうか。ケトルどこだっけ？あれって家族で乗ったんだの？一応ね。一応ねって何？一応乗ったんだっけ？セブンティーンアイさんじゃん。これめっちゃ可愛い。あ、破れちゃった。すべてのケーキをグルテンフリーでお作りしてますって。やったら何？小麦食べれない人も食べれるんだって。小麦粉使ってないの？うん。ケーキの他にもフィナンシェなどの焼き菓子もグルテンフリーで制作してますだって。小麦粉とか。かな。めっちゃ可愛い。可愛くない？うん。あんま可愛いと思ってないでしょ。可愛い。可愛いよね。食べたかった。美味しそう。金粉乗ってる。ね。ほら。かわいい。かわいい。あ、そうそうそう、正解。バタークリームが、あ、大人だね、なんかね、お酒しみしみだよ、すごい、なんかコーヒーじゅわじゅわ、これ紅茶ですよ。ごめん、米袋についてた方 で、でこれが箱についてた方で、これがポイントカード、めっちゃ可愛いこのデザインで、これがジョイチロ、ちょっとフレジ行ってみようかな。美味しいよ。うまい。やっぱイチゴ入ってる分さっぱりして美味しい。で、せんべいをどうぞ。甘としょっぱでね。あ、いいわ。優雅だわ。どれが一番美味しい？これかな？わかる。いいね。毎日こういう生活したい。最後。
思議なエレベーター。さすがだと、なくなるかもしれない。で、手泣きそばです。これでしょ？うん。歌っちゃってる時がモカ？うん。で、演技の時はモネ？しいけどそういうもんだよな。ま、うん、いやそういうもんだ。眩しいけどそういうもんだ。あ、本物のホタテだ。どっちが水でどっちが焼きとか分かってる。うん、いい焼き。これすごい塩漬けかな。おいしい。なんかドミンと味違う。うん、どっちが好き。なんかこっちの方が好きかもだけど、うん、ちょっとしょっぱいかも。ちょっとしょっぱいかな。でも美味しい。このスープめっちゃうまいんだけど、このスープめっちゃうまい、びっくりドンキなんです、美味しいよね、塩だね、うん、ロールドだよね、白飯美味しい。海鮮はさ、米なしだったらいけない。え、米なしだったらいけない、うん。
よ、猫ちゃんと。ありがとうございます。これ1枚ならもうそれ以外全部もらうぐらいの勢いでこの1枚で買えると高いよ多分きっと。
冷凍ってなんだよ。キューブの冷凍。東京ドーム当たっても当たらなくても、もう東京行くって決めたんだよね。で、11はキンプリの花火大会見てくるさ。え、どういうこと？あのキンプリ花火大会やるのなんて。何する？外で？そう。いくら？9000円ぐらい。え、けど考えて、花火に3000円、レンレンに3000円、カイちゃんに3000円って考えたら安くない？多分聞けてね。うん、じゃあプラスだ。じゃあプラスだよ。どこでやるの？あのね、千葉ロッテのスタジアム。千葉ロッテのリンクでやってる。そう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 、そこそこ。それ、行ってくる。よかったね。そう。10日 11? 10、11、で、12もいる。で、13に帰ってくるみたいな感じ。あんただけも早く行ってるんだよ。うん。ユン様みたいに言うだって。ユン様って、え、ガン様何人？そうね、これ219万。え、じゃあガン様誰？ソンガン。なんで調べれば出る？わかんない、ソンガンで調べたら出るかな。あ、たた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 たなんかこれハリーポッターみたいじゃない？可愛いじゃん。何のやつこの色味だったら？え、緑だったらね。スリザリン？でもスリザリンっぽくなくない？うん。あんたスリザリンじゃないんじゃない？ハッフルパフね。あんただよ、ハッフルパフは。あ、わしハッフルパフだった。あった。あんた何？あんたレイヴェンクロー？あれ希望だったけど。グリフィンドール。グリフィンドールってなんかもう主人公みたいな感じ？責任感みたいな？正義。え、何をだったら大悟みたいな感じ？あ、そう。なるほどね。レイヴェンクローじゃない？あのちゃん。私？うん。レイヴェンクローっぽいよ。あれレイヴェンクローだから。ね、あった。うん。あんたハッフル寄りのレイヴェンクローじゃない？そういうのないの？何々寄りのないんだ。何々寄りのないの？え、ジョッチルはね、意外とグリフィンドール。あ、わかる。意外とグリフィンドール。あ、じゃあけどハッフルは大橋くんだと思うの。でもジョッチルが 100% グリフィンドールだったらそうでもない。え、わかる。けどなんかさ、ジョッチルはさ、ブリザリンに向いてそうじゃない？ドライザリンってのはキョロだったね、スリザリンは。いや、見た目はスリザリンだけど、意外とレイヴェンクローじゃない？ち？そう、意外と賢いよ、多分。あの、なんか勘とかがすごそう。鋭い。そう。スリザリンよりのレイヴェンクローです。そう。確定です。はい。認定、インジョン。あとは、あとミッチーは、ミッチーはグリフィンドールに選ばれてしまうんだけど、いやもう、自分なんかみたいな。自分なんかみたいな感じ。行きたいと思っているグリフィンドールじゃない？グリフィンドールに会いたくはなかったのに。なかったのに、帽子が勝手に選んでしまったみたいな。以上。で、ミッチーは、チだね。いや、チだね。賢いね。レイブ。以上。なんだろう？以上。そう考えたらさ、月末のホテルか、うん、20のあれか20か、まあ、それ以外に暇な日あればぜひぜひお越しくださいで、それではアニョン